会では参議院予算委員会が開かれ、野党は IR、カジノを含む統合型リゾート事業に絡む汚職事件に関して政府を厳しく追及し見直しを迫りました。ただこの状況で、一方 IR 事業に関連する国内外の民間企業は参入へ向け盛り上がりを見せています。金まみれで逮捕拘留者が出たような IR 事業、これも廃止法案野党が出しておりますが、国会できちっと審議すべきだと思いますが、総理いかがですか。カジノの推進につきましてはですね、国民の皆様の理解を得る努力をしながらですね、行っていきたいと、こう進めていきたいと。国会では今日も野党が IR、 カジノを含む統合型リゾートについて汚職の温床になると批判し、 IR 整備の中止を安倍総理に迫りました。一方政府は IR の整備地域を決めるにあたり、新たに第三者による有識者委員会の設置を表明。自治体などが作った計画が適正なものかをチェックする方針です。公正性を高めることで国民からの理解を得やすくし、 IR 整備を推し進めたい考えです。どうぞ。横浜市で今日から始まった IR の展示会。首都圏でこうした展示会が開かれるのは初めてのことです。国内外の IR 事業者や建設関係の企業など45社が参加。 IR の本場ラスベガスといえばこちら。さらに巨大な恐竜の展示やプロジェクションマッピングを楽しめるコーナーも。早く回すと音も、ほら。カジノを運営する海外の事業者は横浜での IR 事業に強い意欲を示します。IR 統合型リゾートを展開するにあたって、横浜っていうのはやっぱり魅力的な土地なんですか。アクティブなエリアだ。中華街も近いし、野球スタジアムもある。町として魅力的なだけではなく、ベイエリアの一角を成しているのも集客という点で重要だ。一方 IR やカジノに対して国内で慎重な意見があることについては、私たちは高い基準を持って運営している。政府の規制にももちろん従っていく。IR 推進法でも明確にされているように、カジノの要素は全体の 3% に過ぎない。残りの 97% はエンターテインメントや食事などに費やされている。そういった真実の姿を伝えて理解を促進していきたい。しかし会場の外では、カジノの収益で市政運営経済成長させようなんて間違っています。横浜の市民団体など数十人が、カジノは汚職の温床などと書かれたプラカードを掲げ、 IR の誘致に反対する声を上げました。儲けるってことは負けは必ずあるわけじゃないですか。負ける人が、だからその人たちの犠牲の上にね、やっぱり横浜の財政を潤すっていうのは、なんかそこが根本から間違ってると思うんですよね。カジノの要素は 3% ってありましたけど、あれは床面積ベースなんですね。だから収益はもっとあるわけです。だからこそギャンブル依存症をどうするか、バランスの問題ですよね。ルール作りです。最後まで見ていただきまして本当にありがとうございます。これを機にぜひともテレ東ニュースのチャンネル登録をお願いします。こちらの画像をクリックしますと、テレビ東京の経済ニュースをもっとチェックできるんですよ。よろしくお願いいたします。